最弱を決定戦、今回も罰ゲームは幼虫ミックスで、以前幼虫ミックスを食べた青空くんとコロッケくんは負けた場合は一発ゲーです。でもあれです、あのコロッケくんこれ美味しいって言ってたからね、はい、大丈夫っしょ。だから俺と先生と袴田さんが負けた場合はこれ でコロッケくんと青空くん負けた場合は一発ゲー、はい、で今回は大富豪、はい、よね、はい、でいろんなローカルルールありますけども、はい、今日のルールは、はい、計算あり、十飛びあり、で八流し、ジョーカー二では終われない、はい、でもし革命起きた場合は三では上がれない、で一番最後の人が罰ゲームです、はい、よし、じゃあ誰から配ります、さっき負けたから、はい、で階段は私なんだよね、はい、はい、じゃあ第四さんの人行ってください、絶対負けも、はい、行きます、はい、ダイヤの三からで、はい、おじゃあ四で、なんでこっちですか、時計回りでしょ、なんでこっちなんですか、時計回りや、はい、パスで、じゃパスで、パス、パスで、パス、パス、パス、お、私からさあ、アミスタ。階段ありなしですね。階段なし。確認しようとしてるの。違います。単純に僕。パスしちゃダメな。全然大丈夫。なになに、怖い、もうやだ。僕らだけですもんね、だし、はい、いいじゃん、少なくなっていってるから。ママ、さん何枚なんですか、今。私9枚あるよ。本当、うん、僕9枚です。縛ってんの？いや、縛ってないです。なかった。あら、強いな。強いな。もうみんながなんか馬鹿にしてるにしか聞こえない。強いな。やっぱちゃうね。パス。パス。パス。俺もパス。強いな。まだ強いっすね。まだ強いっすね。なんかすっごい馬鹿にされてる感じ。何？スペア？スペアで。おぉ、強いな、パス。パス。先生、なんかいっぱい持ってそうだな、強いな。あ、おぉ、おぉ、あら、おぉ、びっくりした。どこ今の、今の矢切りは何なの、え、必要必要か必要ないか、結果が滑って、縦のがどっちでもいいんですよ、強いな、強いな、飛ばされてるやん、どうしようか、強い、タイチー、ベスターショット、パス、パス、パス、なんか佐藤さんが怖いんだけどなんでそんなにいっぱい持って蓄えてるの、もう意味わかんない本当に、流せば青空から、みんな俺の見たいやろな、持ってるじゃん、いやでもとりあえず出しとこう、はい、これで私はパスですね、パス、パスで、でもこれはちょっとね、いや待ってどうしよう、俺のでも多分見せん方が面白いと思うでもね、僕が見た感じは 均等です、均等でちょっと誰かリードしてるちょっとだけ、ちょっと誰かリード、いや私今ね、もう どれをどう出そうかが、ちょっと待って、そしたら、いや、これで出し、こうしよう、で、こうしよう、え、ラス 1？ 1ですよ、ラス1だ、出そっかな、出そっかな、パスパスな、目先の勝負か、この先の勝負かみたいないやー、だってここ、袴田さん負けさせなきゃ思んないじゃんな、そうです、うん、そうですよ、なんで行かないの、なんで行かないの、いや、ないっすよ、あるやろ、ないっすよ、出たー出たーよし出せません、パス、
ほどね。いや、これどうやっていくかな。これ答えは袴田さんを負けさせなきゃいけないんでしょ。でも俺が強いの出してみんながパスだったら袴田さん何でもいけることになるから、でも袴田さんをパスさせなきゃいけないんだよね。袴田さんを負けさせるためには。そんな私になんでしょ。してこっちに回してくれたら、ね、だってまだこのゲームで終わりじゃないからいいんですよ別に、ね、だからパス。そうやってさ、なんか男みんなで女を一人いじめるみたいな構図良くないと思います。なんか私だけ負けさせるみたいな、そういうなんかいじめっぽいの良くないと思います。だからどういうこと。よし、じゃあ、うん、佐藤、はい、出してください。俺の中の最善策いくわ。袴田さんにはパスさせて、パスさせないようにする最善策はこれしかない。3枚出せないです。僕のトリプルない。バスで8ギリ終わり。これはおい、今青空出したんでね。はい、青空一歩リードですよね。浜田さんは11よりいいかってことか。11より上を打ってないんだよ。あ、次誰ですか。次おいちゃんなんですけど、別においちゃんがパスするか、出すか。出すかですね。私はもう今パスしてるんで、はい、もう皆さんお好きに。見て、ちょっと半切れしてるよ。半切れ、この顔見て。いや、俺のせいですか。虫食べたくないから。大丈夫。おいちゃん、判断。本当に無理。いや、そんな強くないっすよ、私。いや、なんか睨まれてんだけど、俺。なんか。何のカードが残ってんだ。神田さん見て出さなきゃ。早く言って、これ私の手元誰も取って、あれ手元だけですね。取ってますよ、いいか。どうぞ。パース、うん、で2枚持ってないから2枚で、うん、2枚でそれ出せるんじゃない。あー、それで、うん、それで10、高野さんです。え、10、10、10パス、パス、パス、あ、10取りか。パース。でも、ヤギって9パス。え、パス、パス、やだ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 。次、おいちゃんだよ。おいちゃん10飛びだから。あ、そう、10飛びだ。いや、10飛びなんで、うん、おいちゃん、おいちゃんパス、パスだから、青空くんが、うん、うん、僕が出して、話して、で、これを出すしかない。うん、弱すぎるって持ってるカードが。でも2とか持ってましたよね。1、いや、もう下ばっかり持ってんだよ。しかもシングルで。あ、そうなんだ。これきつかったな。え、で、私も強いのが1が1枚だけだったんですよ。うん、いや、俺強いのジョーカーと1が2枚持ってる。あ、それ強いですね。うん、プロ野球チャンネルパより、千葉ロッテマリーンズ唐川投手が投げたサイン違いのカーブにびっくりする里崎智也。めっちゃ面白いじゃん。うわ、面白い。あ、本気が、本気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 来た、本気が来た。ロッテ戦、唐川投手がサイン間違いでストレートのサインでカーブを投げてしまった時のキャッチャー佐々木のキャッチングです。